何も見なくていいを制作しました、大阪芸大卒の伊藤圭吾です。よろしくお願いします。このお話は、電車の中にが舞台なんですが、その若者が座ってまして、その若者が、自らの顔面を内側にパカッと回転させて、その裏返った顔の中に、スーツを着た何者かがゴミをひたすら詰め続けます。そしてその若者の、体の中の許容量が限界に達した時に、そのある別のものへとメタモルフォーゼしていってしまうというお話です。この作品は、日々ニュースを見たりとか、と小説を読んだり音楽を聴いたり人と話したりっていう普通に日々を過ごしている中で、この作品について考え続けて、で生まれた作品っていうのが大きな流れなんですが、ポイントとなったのは、そうです、そのニュース、その当時その特定機密保護法であったり、その何かを見えなくな、見るべきものが見えなくされてしまうんじゃないかという恐怖があったっていうことが一つ感じたところがあったんですけど、それ以上にそういった物事に対して何かを語るっていうことについて、本当に自分自身その世の中のことを見れているだろうかとか、その責任を、そうです、そういうことを思い、そのこういったタイトルになり、こういった作品になりました。この作品は、ロトスコープっていう技法を、まず大きくは使ってまして、ロトスコープっていうのは、実写で動画で動きを撮ってから、そこから、線画とかに起こして、アニメーションにしていくっていうことなんですけど、線画に起こした後に、一枚一枚鉛筆とパステルで、細かくデッサン調にタッチをつけていき、でその一枚一枚の絵を、ガラスの上に置いて、その上から一眼レフで一枚一枚撮っていくっていう流れで制作します。そしてそのものによっては、描いた絵の上にもう一回油絵の具で動きをつけてで撮影しているっていう場面もあります。この作品は、具体的な具象的なものが画面に出るっていうことが比重がすごく多いんですが、抽象的な形が出る部分はちょっと少ないんですが、その物がお話の展開から受け取れるものがかなり人によって解釈が分かれるっていうようなことを人から指摘を受けたことがありまして、見てくださった方にそういった何かを、さまざまそれぞれに何かを見出していただけたらなと思っています。先ほどと重複するのですが、この作品を見て何かを見出して何かを考えるきっかけになったらな、嬉しいなということを思って制作しましたので、楽しんでいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございました。